おはようございます、チョコレートです。カーティンです。うん、どうもカーティンです。やってくれたね。やっちゃったまあこの前飯行ったりとかしたんですけど、まあ、動画撮るの自体は半年ぶりで、前回半年も経ってないでしょ。夏ぶり3ヶ月ぶりですね。で、3ヶ月ぶりに久しぶりに会って本当に話そうやみたいになって、今ちょうど岡山に泊まりに来てます。まあ、全国ツアーで明日大阪に行くと。はい、やります。どうですか、福岡と札幌行ってきて疲れました？いや、それは疲れるよ。あ、疲れる、やっぱり。そんなのも。俺、疲れるのかと思っとった。なんか、疲れるっていう脳がないんかと思った。もしかして。ちょっとなんか、しくったもう、8時間ぐらい寝てるから、俺。あ、マジで？あ、そうか、ロングスリーパー？ロングスリーパー、俺。あ、ほんま。うん。しなかった。ピアノは、でも、本番に行くってなったら、結構練習するやろ。それはするよ。それはするよね。今日もこれから夜中も練習するよね。もう、夜通しね。夜通しはやんないけどね。でもね、さっきさ、ストリートピアノに行ってきて、そうそうそう、で、めちゃくちゃ人集まってたんですけど、そのストリートピアノの時に全くレパートリーに入ってない演奏会で弾かない曲をいきなりさ、なんか新幹線でこうやってなんか寒かってこうやって帰ってきて、ストリートピアノ座ったなって急に英雄ポロネーズ聞き出して、あれはどういう神経？怖かったよね、あれ。なんで俺最初英雄弾いたんやろって、うん、え、なんでかね。もうちょっとなんか違う、ポップスとか全部ガンガン行くんかなと思ったら、いきなり英雄ポロネーズ、ロロシドドドベリって入ったけん、しかもマジで全部弾くやんみたいな感じで。だけど演奏会では持っていってない、うん、あ、まあ今回のツアーでは弾かないけど、でも結構演奏会で弾いてる曲だったね、あれは。でも、うん、めちゃくちゃ寒かったのにいきなりがっつり弾けて、いや、怖かった自分で。あ、やばいやばい、手冷てるやばいね、やばい、でもさすがのね、あの東大生でもいけないで、さすがのね、カティンちゃんでも、ね、寒かったら手は回らないと。ストリートピアノでも最近挑戦というか、最近結構引き出して、うん、今までのそのストリートピアノって結構お高いイメージがあったんや、僕たちもね。なんでかって言ったら、やっぱ弾ける人が目立っとったっけ。で、どちらかといったら最近少しずついろんな挑戦で YouTube に上げたりとか Twitter とかに、まあ、この曲俺も練習とかの例えば弾けない曲とかあえて弾きに行ったりとかするけど、そういう方たちが増えてきたことによって多分音楽の密度が上がってきて、で今回多分カティンちゃんもなんかストリートピアノ弾きますってちょっと言っただけでめちゃくちゃ来たよ。ほんちょっとね、ほんまのちょっとしか。いや、インスタ？インスタ、あ、ツイッター言ってない。でもめちゃくちゃ集まって、でなんか多分もう全国的にストリートピアノファンも増えてきてて、多分カティンちゃんもこれから挑戦してたくさん大量投稿する。あまり、いや、するマジで、うん、いや、ストリートピアノやったらいいよ、やっぱり楽しい、あれは、うん、いい文化だと思う、純粋に。まあね、でもまだこれ来て半年ぐらい、1年ぐらい、1年ぐらいかね。これからもっともっと成長してね、多分楽しく、多分カティンちゃんがね、いろんな楽しい、なんかね、俺がカティンちゃんのね、一番やっぱインパクトあるのはマリオ、ジャンプアップスーパースター、うん、ああ、あとはあのオデッセイ、テラテン、テラテン、同じ、あ、そう、ジャンパーちゃんになってくるんだ。そう俺、オデッセイがどうってた。それがジャンパークスーパースター。あ、知らなかったわ、すいません。ストリートピアノについてなんですけど、ストリートピアノの良さ、何だと思います？良さ、まあ、やっぱりこう、閉じてない、世界が閉じてないということだよね。その、コンサートとかとの一番の違いは、こう、誰でも弾ける。まあ、そうね。誰でも弾けるっていう。すごいよね、あれ。まあ、世界が広げてるってことなんですけど、まあ、今世界でも結構前からストリートピアノでガーってあったやん。で、今日本に都庁ピアノ流れてきて日本にも入ってきて、ついに、で、これからこの1年でものすごくストリートピアノ増えるけど、多分おそらく来年もっと2倍ぐらい増えるよ。増えるといいね。増えていいけど、増えさせてよ。いや、俺は知らないけど、知らないけど、都庁ピアノもやっぱりストリピとは、他のストリピとは結構ちょっと違うよね。違う、こう、あれは、まあいろんな賛否両論あるけれども、まあ、一種のコンサートの新しい形だなって思ったんで、この前久しぶりに行った時に。お、なんでなんで？その都庁ピアノっていうコンテンツ自体に、うん、こうファンがついてるんですよね。その誰々を見に行くとかいうより、うんうんうん、だからそれでその都庁ピアノに行ったら、こういろんな人のピアノが聴ける、まあ、別にそれは上手い下手関係なく、まあ、1人5分でこう並んでこう代わる代わるこう弾くっていう、そこにこう楽しみを見出している人たちがそれはそれで存在してっていう、こういい循環ができている。ああ、そうだね。それこそどんなピアニストでも見たいっていうお客さんがもう常にいる。そうそうそう。例えば別に弾ける弾けない関係なくて、ストリートピアノで
誰かが聴くっていう環境が好きな人がもうできたってことよね、ファンとしてそこの場に。しかも何がそれがいいかというと、結局都庁ピアノも無料で行けると。それですごく美しい場所でいろんな人が触れ合って、例えば有名な方も聴きに来るじゃん、うん、でそれとのコミュニケーションもあるし、あとはファン、そのそこの場で知り合ったピアニストとファンになった人とつながったりとかもできるっていうのは今までなかったそのシステム。それ本当に今までないよね、うん、本当に新しすぎて、やっぱもちろん賛否両論あるけど、でもあれがあることによっていろんなピアニストも増えてくるし、いろんなファンの人も増える。うんうんうん、ストリートピアノちょっとこの前行った。そうそう行った。なんかツイッターで言っとったよね。行ってきます。うん、2時間ぐらいで消したけど。消したあれ。あんま良くないのかなとか思って。あれ分かんない。どうなんだろう、俺もね。どう思う、そのストピーをさ、告知っていうか、まあする人もいるししない人もいるじゃん。俺はしない。ただ何回やん。何回やって。なんかそのトラブルが起きるのが嫌。例えば、本当に弾きたい人がおったのに、うん、沖縄から都庁ピアノ弾くために遊びに来ましたって人がおったとするやん、うん、その人が例えば俺のことが興味持って来てくれた人たちによって俺のとめちゃくちゃ人がおってなんかうわーってなった後に弾くのが嫌だって言っても絶対おるかなと思って。あ、そうね、そういう、そうだから、まあ、あくまでこう誰でも弾けるピアノだからコンサートにしちゃダメなんだよね。そう、オフ会場所にしてもダメだなと思うけど、うんうん、でも別に都庁ピアノ自体はそれはダメとは書いてないけん OK。 でもダメなところはあるけど、ダメって書いてないけんそれは正解。ダメなところもあるんだ。京都駅とかダメだったらしい。京都駅のストリートピアノはそういう告知をしてはダメ、うん、だけど、まあでも結局のところ、まあ、したいとすりゃええし、うん、まあしたくないとはせんでもええしみたいな。でもまあしてトラブルになって、そのピアノが撤去になった時に、まあ品川のね、だからそれがあるからさ、怖い、やっぱりみんなちょっとそうナーバスになるし、ね、緊張感持ってるから。まあ前何があったかというと、品川のストリートピアノができた時にちょっと有名な配信者の方が弾きに行きます、演奏会しますみたいな、演奏会をしますかなんか言ってしまって、うん、ものすごく集まるトラブルの可能性になって品川のストリートピアノが撤去になったと。でその可能性がまあ少しでもある可能性があると、僕たちのその発信予定もしかしたらそうなってしまう可能性があるけど、都庁ピアノは大丈夫だと思うけど、あの他のストリートピアノとなる可能性があるけん、どうなんだろうねって、多分ストリートピアノ界 の例えばピアニストたちとか、いろんなピアニストたちはストリートピアノって発信してもええんかなとか多分思ってて、カティンちゃんもさっき消したとか言っとったけど、難しいよね。まあ難しい、まあでもそれを聞きに来て、まあ、聞きに来たいって思ってくれてる人はまあたくさんいるから、うんうん、まあなんまあ、せっかく行くなら告知したいっていう気持ちもあるけど、分かる分かる、まあね、それでこうなんか混乱を招いてしまったらこうそれは良くないし、うん、まあこれはね、もうあの、うん、新しい時代に合わせながら僕たちもやっていくっていうだけだよね、うんうん、まあトラブル起こさずみんな頑張りましょうよ、楽しくね。じゃあ今後ストリートピアノ、どんなストリートピアノできたほしい、どんなストリートピアノ、なんか他の楽器もさ、そうん、もっと待って自衛でやれればいいよねと。ストリートオーケストラみたいなね、うん、オーケストラほどでかくなくてもいいけど、なんかさ、まあ、カポンがここにあるとか、はい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 、持って帰りそうなやつで取れる固定しとくないコンクリットかな、そうそうそう、なんかね、本当にこの椅子に太鼓つけとくとかね、とかでもいい、それヨミじゃん俺とヨミじゃん俺背負ったわ、そう、いや自然とやっとった今気づいた、すげえ時代先走っとったな、都庁もまだ他の楽器は使っちゃダメなの、うん、まあああいう場合は、まあ、ダメかもしれないけども、他のところで共同してくれだしたら、そうそうそう、多分音楽がもっと発展していくなと思うし、多分他の楽器の人たちも楽しいと思うし、そうそうそう、ストリートピアノってやっぱね、ピアノだけが主役になってしまいがちだけん、だけど、うん、まあどうしても今後もね、いろんな楽器とのセッションもやっぱピアノがあって面白いところがあるから、まあカティンちゃんは結構自分のチャンネルでも歌とかのやつとかも上げてるじゃん、うんうん、あれ超楽しそうに聞いて、歌とやるの超好きなんだよね、なんか組んでるよね、しかも、あー組んでるシックストーンだったけど、うん、みたいな、テントハウス絶対違うシックストーンってなんだ、シックストーンはあれじゃない、ジャニーズグループ、あ、俺全然違うこと言っちゃった、ジャニーズに入りたかったんかなみたいないや、間違ってたごめん、詳しくは調べておきます、はい、はい、というわけで明日もね、あの大阪っていうことで、まあ今日はこんな感じで軽くね、対談をして、まあ、終わっていきたいんですけども、でさっきね一緒に寿司を食べて美味しく食べて、その後美味しそうになっちゃいました、いやいやいや全然ですよ、っていうわけでこれから、夜中の夜通し練習ってことで、まあ今日はこんな感じで締めたいなと思います。皆さんカティンちゃんのね、まあ、チケットは即完売したんですけども、またね演奏会で多分告知とかあると思うので、また来年やるので、お、やっちゃいますか、
まだ何も決めてないですけどね。マジっすか。何も決めてないけど、やるので、みんな来てください。絶対行きましょう。僕も明日、大阪に行きます。多分この動画が上がる頃にはもう行った後なので、事後報告ということで、めちゃくちゃ僕も楽しみにしてるので、うん、ありがとうございます。これから夜も頑張ってください、練習。ありがとう。ここまで見てくれてありがとうございます。多分カデンちゃんはこれから練習しないといけないということで、ね、少し時間を取らせてしまったんですけども、ありがとうございます。ぜひみんな、Twitter、YouTube、ハットコメント、チェックしてみてください。後半僕喋りすぎてカティンちゃん最後これだけになっちゃいました。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドを押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。